室堂に来ました。室堂に到着です。出口が分からずちょっと慌てました。おお、立山だそうです。これが立山連邦の出港です。セーターを着終わりました。 あれが富山の方だ。日本海側だね、きっと。バスが上がってくるのが見えるので向こうが日本海側だと思います。カチャの後ろがきっと日本海側です。富山方面です。じゃあお弁当父ちゃんの方に入れようか。あれこう木道。よし。はい、では出発でーす。以上です。今動画中だからね。ちょっと待ってね。これみくりが池です。あ、かちゃんと写真撮ります。はい、どうぞ。水道飲んでも帰りそこで湧き水入れられたよ。ういみくりが池でお弁当を食べることにしました。これがみくりが池です。室堂はこの向こうで、あ、見えないね、室堂のバスターミナルが。見えなくなっちゃうんだね、あっという間に。うん。見えないね。じゃあ、お弁当にしまーす。結構寒いよ、厚着してるけどね。肉汁が池は反対側から。立山連邦だよ。あそこの一番高いところに見えるのはじゃない、違う違う、立山の頂上でさ、なんか神社みたいのがあるみたいだけど、うん、多分そうだと思うよ。じゃあまた歩きます。移動です。緑池から上に上がってきました。振り返ったら結構とんがった山が多く見えるけど、画面で見るとあれだね、ほとんどなんかもうペシャンコの山だね。うん、立山連邦。こっちから見ると黒部の方は裏、あれ裏立山連邦っつったっけ。ちょっと指が違うんだよ。ライチョウの里です。
真っ青な空です。すごいよ。日本海が天気だったら、日本海だともうずっと向こうまで。移動です。これなんていうとこだっけ？岩室？以上です。じゃあ室堂のターミナルの駅に戻ります。